もマイペース男です。はい、本日はですね、田町駅の前にいます。前回ね、東京ウーバーウォーカーってね企画やってて、それの、最終地点がですね、レインボーブリッジをね登ろうとして、歩こうとして、お台場の方に向かってね行くときに、まあ時間が時間でちょっとレインボーブリッジを渡れないということで、でまあ泣く泣く田町駅まで来て、そこでセーブをして、まあ1日目終了という感じになったんで、今回2日目なので、その田町駅からまだ、そのどこだ、芝浦埠頭の、レインボーブリッジ展望遊歩道芝浦口ってところまでとりあえず歩いていって、そこからですねまたレインボーブリッジを渡ってお台場に向かうという感じで今日もやっていきたいと思います。一応ですね、今日お台場が2カ所目でしょ。でその後3カ所目が武道、六本木かで、4カ所目が武道館、5カ所目が浅草、6カ所目が、大泉学園って感じですね。でとりあえず今日もまたね、前回入んなかったんだけどウーバーウォーカーをね、オンラインにしていきたいと思います。ちなみに今田町駅は、1.6 倍ブーストと、シミがですね175円かなついてる。結構盛り上がってます。ただウォーカーなんでちょっとこの辺はね入らなそうな予感はしますけどね。また、まあ、とりあえずオンラインにやしながらなんとか歩いていこうかなと思います。でヘルスケアですね。ヘルスケアが今回はですね、まあ今この時点で 1.4 キロ、1983歩、なのでまあここから加算していくっていう感じですね。そう、ちなみにこのね、今僕が背負ってるこのバッグでね、このバッグなんですが、なんかね、まあ、前回も背負ってたんだけど、これ4キロぐらいなのかなと思って、今日の朝測ったんですけど、なんと7キロありましたね。まだ前回7キロを背負ったまま 35.8 キロ歩いたって感じです。今日も、この7キロ背負ったまま、まあ、どのぐらいになるかわかんないですけど、まあ、40キロぐらい目安に歩いていこうかなと思います。とりあえずまずは、その、まあ、レインボーブリッジの展望台遊歩道を目指していきたいと思います。はい、ちなみに今、間もなく時間は12時過ぎたところです。前回よりちょっと遅めのスタートですね。ちなみにね、前回の撮影から2日経ってますね。本当はね、もうちょっとね、経ってから撮影しようと思ったんですけど、なんかね、まあ10月頭ちょっと東京にね、東京にというかまあ日本でまた台風がね、発生してるんで、まあ台風の影響を受けたくないんでね、ちょっと今日は天気が、多分今日ぐらいまでは天気良さそうなんで、今のうちに撮っちゃおうということで、今回早めの2日目の決行となりました。とりあえずひたすら歩きまーす。わぁ。いや、昼と夜だとまた景色が違うね。モノレールも走ってます。そう、一応ね、わからない人のためにもう一回だけルール説明すると、今回のこの東京ウーバーウォーカーっていうのはですね、もともと水曜どうでしょうっていうね、あの大泉洋さんとかが出てる番組で、東京ウォーカーって企画があったんですよ、20何年前に。でそれが東京の羽田空港スタートして、大泉洋さんが行きたい場所6カ所を回るというねのをやったんですね。その6カ所が、羽田からスタートして田園調布、お台場、六本木、武道館、浅草、そして最後の大泉学園というね感じを、どうでしょう班はひたすら歩いたんですが、僕はひたすら歩くプラスウーバーウォーカーをオンラインにして、途中でもし注文が入ったらそれをやるという。でちょっとねレベルが変わってきてる感じなんですけど、まあ、前回ではね1回もでも注文ならなかったんですよ。で今回はちょっと秋葉原とか浅草の方行くんで、まあ、そこでもし注文が取れればっていう感じですね。1日目の時はね、五反田とかね、取れそうな場所通ったんですが、全然注文入んなかったんで。で、今回もね、田町からスタートしたけど、注文は入れなかったんで、まあ、どっかに入ればいいでしょうっていう感じです。お、いいね、いいね。はい、前回通った道に来ましたね。昼と夜じゃ全然景色が違います。はい、ここからのね景色も本当全然違いますね。はい、前回ね入れなかったレインボーブリッジ遊歩道を来ました。さあ、ここからレインボーブリッジをね歩いて渡りますよ。レインボーブリッジ歩いて渡ったことあったかな。多分なかったっぽいっすね。初めてですね。まあどうせならね夜とかがねまた歩きたかったんだけどね、まあ、それはまた今度に撮っておきましょうかね。いや、すごい見えてきたよ。これだよね、レインボーブリッジね。え、これ渡んの？これ今から歩くの？すごくない？意外ですよ。はい、今ね、来ましたよ。ついに。レインボーブリッジの真下です。行ってきます。やばいっす。はい、なんかね、こういうプロムナードっていうんですか、ところからね、上がっていくみたいですね。誰もいないけど。はい、今エレベーター乗りました。とりあえず、ここから7階？ですね、7階の場所からレインボーブリッジを歩いて渡るという感じですね。お乗り先の方です。
ここだ、すげえ。いやすごい、いやすごい、車がすごい勢いで、はい、というわけで今から遊歩道を歩いていきたいと思います。あれですね、水曜堂でショウハンが歩いたのはあっち側の遊歩道っぽいですね。ちょっと間違えちゃいましたが、まあいいでしょう。いやーすごいね、高いよ、すごいです。いやーこれ夜景めっちゃ綺麗だろうな。なんかあそこのなんか謎の島は何なんですかね。あれはね、めっちゃ上陸したいわ。あそこ泳いでいけるかな。はい、まもなくフジテレビとかね、パネットタウンとか見えてきましたね。いやー素晴らしくいい景色、飛行機飛んでます。もうちょっとだ。はい、今ねずっと向こうから歩いてきましてね、はい、ようやく終着地点が近づいてきた感じですね。向こうには観覧車も見えます、右手にはフジテレビが見えてきたので、いよいよ、第2チェックポイントお台場に到着という感じです。はい、着きましたお台場。というわけで今時間がですね12時56分なので、もう1時ぐらいですね、開始からスタートから1時間ぐらいですか、ちょうど。はい、今の時点で、3.4 キロ4000歩歩いてます。ウーバーオーカーはならなかったです。というわけでとりあえずお台場をちょっとね満喫したら、すぐに次の第3チェックポイントの六本木ですね、六本木の方に向かっていきたいと思います。昼間から六本木って、はい、タワーマンションとかもあってね、お台場の住宅街ですね。僕もご用達のね、イオンさんのマイバスケットがそこにありますね。はい、向かい側に見えるのがねお台場レインボー公園ですね。結構広めの広場って感じですね。はい、向こうがお台場海浜公園ですかね、東京2020とオリンピックのねあれがありまして、でこっちが、はい、ここです。お台場っぽいでしょ。これ昔写真撮影とかね、ダンスの撮影とかしましたね。はい、いいですね、このロケーションたまんないですね。久しぶりのお台場です。いやなんかね景色いいからちょっとワンムーブ撮りたいな。ちょっとワンムーブ踊りますか。はい、というわけで、もう準備できてます。はい、ねいつもはねこの GoPro で撮ってるんだけど、今回は、友人がね教えてくれたアプリを使ってスマホで撮りたいと思います。これちょっとメイキング用ね。一発にしてはね割とちゃんと取れたんじゃないでしょうか。というわけでまた歩いていきたいと思います。おお、そういえばこういうとこもあったのか、いいね。はい、しばらく歩いてたらねジョイポリスがあるところの建物に来ましたね。だいぶお台場っぽいところに入ってきましたよ。なんか赤道バナナってのがありますね。いやちょっとバナナものね大好きなんですよね。ちょっと後で来たいな。とりあえずお腹空いたんで、まずはねちょっとご飯食べに行きたいと思います。インサイドモールの中に来ました。はい、とりあえずもう本当にお台場って感じですよね。お台場はねよく来てる場所ですけど、あでも久しぶりに来たかな。よくねダンサーの子たちとね来たりとかね、いろいろと来てましたねお台場。はい、なんかね遠くに普通にレインボーブリッジ見えてますけどね、あそこ歩いてきたとはちょっと思えないですよね。ちょっとすぐできそうなんでね、久しぶりにケバブでも食べようかなと思います。はい、ケバブサンド頼みました。うまそう、焼き味。はい、じゃ軽くね食事も終えたということなんで、ちょっとねまた、近くをブラブラ回ってみたいと思います。というわけでシーサイドモールこの辺上がってみます。
この辺はもうジョイポリスがあるところだよね。ちょっと上の方行ってみます。これジョイポリスの入り口ですね。とりあえず上に行きます。はい、ここね、僕の大好きなエリアですね。大体一丁目商店街、ちょっと昭和のね、レトロな雰囲気を漂わせて、ゲームセンターっぽいとこがあったり、駄菓子が売ってたりとかね、結構好きなんですよ。ああ、最高でしょ、ここ。旅のお供に駄菓子買いました。いろいろありますね。はい、お台場台場待機学校お化け屋敷ですね。ちょっと今日はやめてきますか。すごい、たこ焼きミュージアムだって。そうだ、いろんなたこ焼き屋さんがあるっぽいですね。でも飯食べちゃったんでね、さすがにたこ焼きはいいかなって感じかな。とりあえず今日はあまりゆっくり回れないけどね、ちょっとざっと回ってみましたね。はい、というわけでお約束通りね、先ほどの、バナナ、赤道バナナさんでね、ちょっとバナナジュースも飲んでいきますか。トッピングはできるらしいね。バナナジュースプラス、黒ごまとかきな粉とか抹茶とか。これちょっと、チョコレートか、きな粉を入れます。と思ったら、はい、チーン、やってないというね。はい。いつもね、なんか、いいな、ここと思うとね、入ってないんですよ、僕はね。はい、そういう運命にあります。まあまあ、バナナジュースはここじゃなくてね、飲めるからね。とりあえず、行きたいと思います。はい。まあね、じゃあお台場もね、十分満喫したということなんで、まあね、あっちにお台場海浜公園があるんで、そっちからね、ゆりかもめに乗って、竹芝駅の方に行って、そこから歩いて浜松町を目指します。一応、どうでしょうかもね、ゆりかもめ、モノレールでね、移動したんで、ここはね、乗って OK ということで行きます。初めて降りましたね、竹芝駅ですね。ここから歩いて浜松町駅に向かいたいと思います。歩いて10分ぐらいがね、はい、竹芝駅にはね、でっかい公園がありますね。間違えたわ、こっちだった。はい、時刻は間もなく2時43分3時が近くですね。はい、いや景色いいね。いや、さっきちょっと電車もね、間違えてしまってね、一旦戻ったんですよね。はい、よく間違えますね。とりあえず浜松町の駅の方に向かいたいと思います。なんだなんだ、ここは船の上みたいになってる。はい、ゆりかもめです。いいね、この景色。はい、いい感じの広場に来てます。僕はですね、まもなく3時、浜松町駅前に来ました。はい、ですね、今のところですね、1万歩で 6.8 キロ今日歩いた感じです。ちょっとまだまだ全然足りないんでね、ここからちょっと若干ペースを上げながら次のチェックポイントの六本木に向かってね、一直線に歩いていきたいと思います。はい、増上寺ですかね、前を通ってます。はい、芝公園ですか、この辺の。この辺はね、よくね、ウーバーイーツで通りますね、自転車でね。というわけで、でかいですね。増上寺、はい、増上寺前に来ました。ちょっと中入れるのか、ちょっと見てみたいと思います。はい、とりあえず、切れるのかな、これ。どうなんでしょうね。はい、増上寺さんに来ました。隣にはね、東京タワーが見えてきましたね。はい、なんとかね、増上寺さんの中をね、突っ切ることができそうなんでね、まあ、軽く歩いていきたいと思います。はい、東京タワーがだいぶ近くに見えてきました。はい、ようやくね、東京タワーに着いたんですけれども、ちょっとね、本家の方だと、これね、東京タワーにね、大泉洋さんだけね、登ったんですよね。ただちょっと今日はね、これ登ってるとまたね、時間の関係でね、また企画倒れしそうな感じもするんで、ちょっと今日は東京タワー登らずに通過するという感じで、スルーさせていただきます。ちなみにこの辺はよくね、ウーバーイーツでも通ってますね。
というわけでね、このままひたすら六本木を目指して歩いていきたいと思います。ちなみにね、去年の夏ウーバーイーツで初めて東京でねやった時に赤チャリでやったんだけど、その時にね、六本木の中のね31アイスクリームがピックアップしましたね。はい、時刻はね、まもなく3時50分ですね。今六本木に来ました。第3チェックポイント六本木、ここからちょっとね、いろいろ赤坂の方に行って、また、次の武道館、第4チェックポイントの武道館の方に、行くという流れになってます。はい、でここまでがですね、約10キロですね、1万3000歩歩きました。まだまだ足りないんでもうちょい歩きます。よし、とりあえず頑張ります。赤坂駅に着きました。向こう側には TBS があります。はい、なんとか TBS 様に来ました。でその隣にあるのがね、ワウワウ本社ですね。はい、今年はですね、ワウワウのね、作品にちょっとドラマで出させていただいて、それが今ね、一応劇場版で映画でね、頑張れチームナックスっていうのがやってるんで、多分そこに僕は記者役で出てるんでね、よかったら見てみてください。はい、だいぶね、この辺ね、ちょっと結構景色もいいし、休憩できそうな場所があったんでね、10分ぐらい休憩しました。というわけで、まあ、ちょっと日もね落ちてきたんだけど、後半戦ね歩いていきましょう。はい、ため池山王の方から国会議事堂の方に今歩いてます。でこっちがでかい壁、これがね、この奥が首相官邸ですね。大泉さんがね、ここでこうジャンプしてね行こうとしたけどね、さすがに無理でしょうってことで、はい、まだまだしばらく歩きます。はい、日陰に入ってね、涼しげな道です。いやー、もうすっかり夕方ですよ。夕日が綺麗です。結構歩きましたね今日もね。はい、右側がね公園でね、左側がまもなく国会議事堂ですね。はい、やっとね、国会議事堂が見えてきましたね。大泉洋さんがね、出馬するって言ってね、すごい、カメラマンさん信号の道路の真ん中で撮影した。はい、またねひたすら歩いてたら、ちょっとね木があって向こうの方見えないんだけど、最高裁判所がね向こうの方にありますね。はい、最高裁判所のね前ですね。はい、ひたすらまっすぐ歩いていきますよ。はい、最高裁判所前ですね。最高裁判所の東門ですね。立派な建物だ。はい、もう少しでね、武道館が近づいてきましたね。向こうの方はね、ちょっと皇居が近いんで、結構警察のね警戒が強い場所ですね。なんかね、この時間、夕方もう5時半だけどね、公園とかあるとちょっと寂しげですね。寂しげですね。はい、九段坂パーク、九段坂公園ですね。もう少しです。だいぶ日も暮れてきましたね。はい、なんかね、銅像があります。この時間のこの明かりいいな。はい、だいぶ暗くなってきましたが、北の丸公園です。はい、こっちへ行くとですね、武道館が見れますね。とりあえず行ってみましょう。はい、まだね、北の丸公園の入り口なんですけど、はい、この池ですよ。そしてね、この虫の鳴き声ですかね。いやー、なんか秋を感じさせてくれますね。はい、ついに来ました、日本武道館でございます。はい、ここがね、東京ウォーカー第4チェックポイントですね。ちょっともう階段上がった中にはちょっと入れなそうだけど、やっと来ましたね。やりました、やっと日本武道館です。ちょっと実はね、武道館来たことなかったんですよ。結構いろんなイベントとかね、ダンス関係のイベントとかもやってるんですけど、実は来たことなくて、初めてね今回この企画で来ることができました。はい、ちょっとね回り回ってみますか。ここはね、本家様ではね、大泉洋さんがね、登山家をね、ワンマンショーやったりとか、あとはね、ハーモニカおじさんとセッションした場所ですね。はい、いやー、かっこいい、武道館って書いてあります。かっこいいね。はい、というわけで、とりあえず武道館の明かりが強すぎるんで、ちょっとうまいこと今スポットライトにさせてもらってるんですけど、スポットライトライドにさせてもらってるんですけど、ここまで今時間がですね、ちなみに17時56分なので、まもなく18時です。そして、今日歩いた距離がですね、16キロですね、約ここまで16キロ歩きました。2万歩ですね。あとはまあ15キロぐらいはね、ちょっと行きたいなと思ってますんで、頑張ろうと思います。
いやー、しかしかっこいいなー、意外だな。いつかこの舞台に立とう、何かで。はい、武道館のね横にねちょっと自販機とかいろいろあったんでね、はい、ちょっとアイス食べて休憩でもしますかね。パリパリちょっとかな。はい、では武道館を後にしてまた歩いていきたいと思います。ちなみに今ねウーバーウォーカーなんないんだけど、今ね東京の今いる場所は九段坂、九段下かの近くで、1.6 倍ブーストでシミが125円ついてますね。まあ、多分しばらくならなそうだけど、なんとかまたオンラインで行きたいと思います。ちょっとね気持ちよくなってきたんで、風がね、ここらでねラジオでも収録しようかなと思います。こんばんは、ミニマリストダンサーのマイペース男です。普段はブログで自己啓発やライフスタイル、 YouTube で Uber Eats や Vlog の動画などを発信しております。で今ですね東京を歩いております。はい、今ね九段下駅前にいます。ラジオ1本撮り終わりまして、とりあえずねまだまだまっすぐずっと神保町の方に向かって歩いていく感じですね。とりあえずここからはね結構 Uber Eats もねちょっと入りそうなね場所、駅とかね、結構神保町もそうだし秋葉原とかもねその辺も行くんで、もしかしたらウーバーウォーカー入るかもしれないんでね、ちょっとここに行きたいって感じですね。はい、皆さんやりました。6時41分ついに初めてのウーバーウォーカーになりました。マクドナルド九段下店です。0.4キロ、400円台かな。はい、めっちゃ嬉しい、やっとだよ。これでやっと企画倒れしないで済むよ。はい、とりあえず向かいたいと思います。はい、北道をちょっと戻りまして、九段下のマクドナルドに着きました。ピックアップしてきます。はい、商品ピックアップしてきました。めちゃくちゃ近い、170m です。170m でね400円台はねめちゃくちゃいい。やっぱシミがついてるエリア違いますね。この間の埼玉のねあのあれとは全然違いますね。お待たせいたしました。じゃあ温かいのと、こちらが冷たいので、はい、ありがとうございます。失礼します。はい、1件配達完了しました。今のね数分でですね、425円入りました。ありがたい。いやいいね、ちょっとまたねこういう感じで、まあ秋葉原とか今近づくんでね、ちょっといい時間帯なんで、ウォーカーの案件もね期待していこうかなと思います。やるマジでねなると思わなかった。ちょっと今回の企画ね多分最後までなんないんじゃないかなっていうちょっと諦めがあったんですけど、いやまさか忘れてた頃にねなりましたね。不意を突かれましたね。とりあえず浅草向かって歩きます。はい、皆さん、ついに秋葉原の街に来ましたよ。こっちが秋葉原で、こっちが岩本町かな。とりあえず僕は浅草行くんで、こっちの岩本町の方から行くんですけれども、いや秋葉原ね、この時間もう今7時16分なんだけど、なるのかウーバーを変わったところですね。本当この場所でが最後のあれかな、希望かな。そしてまあね、初めてウーバーを変わったのが7月頭ぐらいに、上野から秋葉原で歩いて一軒も入らなかったんですけど、まあ、今はもう全国展開していることだし、タイミング良ければ入るかなと思って、ちょっとこの辺を歩きながら様子見たいと思います。はい、今ね、浅草橋駅付近の方にいます。でここはねちょっととある分岐点なんですよね。というのもですね、一応浅草はですねもうここまっすぐ行くと浅草なんです。でその距離約3キロ、もう40分ぐらい歩けばね浅草です。なんですが、一応ね本家水曜どうでしょうではですね、なぜか大泉さんがね国技館に行きたいと言い出して、浅草じゃなくてまず両国国技館に行きたい、そうするにはこっちの隅田川を渡らなくちゃいけないです。渡って国技館に行ってまた戻ってこの場所から浅草に向かうって感じになるんですよね。なので一応ね本家通りそのルートで行ってみようかなということで、浅草行こうと思えばもうあと3キロで行けるんだけど、ちょっと国技館の方に行きたいと思います。隅田川渡るぞ。両国橋です。この両国橋がね7月頭に秋葉原スタートのね土砂降りウーバーイーツやった時にここも通ったんですけど、あの時にね見た景色とは全然違った景色ですね。今日は、はい、皆さん隅田川です。土砂降りの隅田川を渡っております。こんな経験二度とできない、はい、向こうに両国駅があって、スカイツリーが見えます。であそこにあるのが両国国技館かな。もうちょい近づいてみますか。はい、夜の両国駅めちゃくちゃかっこいいですねこの明かり。はい、両国駅がありまして、いよいよここですね、両国国技館着きました。そして奥にはスカイツリーも光ってます。はい、とりあえず
これで悔いはないので浅草に行きたいと思います。はい、じゃあ無事ね、両国国技館見れたということで、さっきのね、分岐点まで戻って、ここからまっすぐもう浅草の方に、あとは最後ラストスパート、一直線で行きたいと思います。ちなみに今時間が夜8時、ジャストですね。8時です。はい、また、両国橋を渡って、隅田川を渡っております。戻っております。はい、ここは浅草橋ですね。今度は神田川を渡っております。じゃあ浅草もう少しです。頑張りたいと思います。はい、とりあえずね、浅草駅には着きましたね。まあ、せっかくね、この辺まで来たんでね、ちょ最後浅草寺見たいんで、ちょっとね、浅草っぽいところにしっかりと行ってゴールしようかと思います。はい、次がもうあんな近くに。はい、今ね、浅草寺向かってるんですけど、なんとね、雷門が見えてきましたね。もう少しでゴールです。はい、というわけで雷門前に来ました。はい、お疲れ様でした。というわけでね、なんとか浅草まで本当に来ちゃいましたね、2日でね。今、雷門前に来てるんですけど、まあ、とりあえずのゴールはここということで、本当はね、その最後に大泉学園に行かなくちゃいけないんだけど、本家はね、大泉学園に歩いて行ってないんですよ。浅草雷門前でその後ホテル入って泊まって、その次の日ですね、朝バス乗って、大泉学園に行くという感じで、無理やり終わらせた感じなんで、ちょっとね、まあさすがに歩くのはね、ちょっと今からと厳しいんで、かといってね、ちょっとバスとか電車で行くっていう感じの時間でもないんでね、ちょっとまあ今回とりあえず浅草まで来たんで、一度ここがゴールって感じで今回動画締めようかなと思ってて、まあね、最後もし大泉学園もし自分が行く気があれば、ちょっとね、また改めて、別日にリベンジという感じで、やるか、まあ、その時はね、ちょっとまた歩くのか、バスで行くのかとか、ちょっと、そこら辺は自転車なのかとかね、ちょっとまだわかんないですけど、まあ、その辺はよかったらね、コメントとかでね、いろいろと見ながら、今後のね、やり方、であとは、もしかしたら別の人と誰かとコラボして、またこの企画をやるかもしれないですし、なので、ちょっと、とりあえず今回は、まあ、浅草で終了ということで、終わりたいと思います。今あそこの雷門前でね、撮ってる写真撮ってる方々がね、さっき僕が写真を撮ろうとしたら、一度どいてくださってね、撮らせてくれてるっていう、すごい優しい方々で、はい、そんな感じで、まあなんとか来ましたね。あ、そうだそうだ。で、じゃあ今回のね、一応結果ということで、今日はですね、25キロジャスト25キロ、3万2000歩ですね、歩きました。25キロでしょ。で、前回が35キロだっけ、まあ、約35キロなんで、今回のと合わせて60キロ。あれ ?70キロ歩いたら、あ、そうか。で、あと20キロで大泉学園なんで、まあ、80キロぐらいあれば、ほんと行けた感じだね、羽田空港から。まあ、とりあえず、あと20キロの大泉学園はちょっとまた別日になると思うんで、とりあえず今回は、まあ、60キロ歩いてなんとか、ここまで達成ということで、いやー、なかなかの達成感ありますね。というわけで、はい、こんな感じで、じゃあ、終わろうかな。まあ、ウーバーウォーカーはね、1件だけできました。今もオンラインしてるんだけど、1件で425円ということでね、まあ、なんとか入ってよかったです。ちなみに今時間が8時53分なんでね、9時前です。はい、というわけでね、まあ、じゃあちょっと最後は浅草を浅草寺の方に向かって歩いていきます。まあ多分奥まで行かないけどね。はい、というわけでね、羽田空港からね、6カ所回って、田園調布、お台場、六本木武道館、そしてここ浅草までね、なんとか来て、2日間にわたってね、一応まあ大型企画できたんでね、めちゃくちゃ達成感ありますね。はい、まあ、ウーバーオーカーはね、やっぱりちょっと駅前に待機してないとならないということでね、分かったんでね、まあ、そんな感じでね、またこうやっていろんなことをやって、ウーバーイーツがね、全国で今展開されたらしいんで、47都道府県、一応全部も回って、全ての、ね、県でウーバーイーツ検証をしようかなと思ってますんでね、今後もね、アクティブに活動します。よかったら、なのでチャンネル登録とね、グッドボタンは絶対にお願いしますね。もう本当にこの後、今後のね、僕の活動はね、後悔させないんでね。はい、というわけで、ありがとうございました。